バーのジジバーバーの家に行く。5年ぶりかな。もっと前かもしれない。楽しみ。まあ、ハウステンボス行くのと、まあ、あとはゆっくりしようかなと思ってます。東海道新幹線は今日下りのピークを迎え、 JR 名古屋駅のホームも朝から混雑しています。のぞみはゴールデンウィーク期間中全席指定で運行していて、午前はほぼ満席でしたが、午後は空席があるということです。新幹線の上りのピークは今月6日です。一方、高速道路は午前11時20分現在、伊勢湾岸道下りの弥富木曽崎インターチェンジ付近で22キロ、東名高速上りの宮井パーキングエリア付近で21キロなどの渋滞が発生しています。渋滞は午後も続く見込みで、NEXCO 中日本によりますと、東名高速の下り、豊田ジャンクション付近を先頭に最大20キロなどの渋滞が予測されています。